外崎チャンネル。こんにちは。今日はですね、はい、プロ野球のロッカー事情っていうところで、はい、最近ロッテもね、またロッカーがリニューアルされたけども、はい、ロッカーはどういうふうに決まるのかっていう。あ、自分の場所が、うん、毎年入れ替えあるのとかね。ああ、そうですね。ビジターとホームとなんか違うあるのっていうところで、今日はロッカーの解説をしたいと思いますけど、はい、一番最初、俺が入団した時に、はい、ロッテのロッカーはここが入り口だったんですよ、端っこが、はい、それでこういうふうに3つのゾーンのロッカーだったんですよ、はい、でここにソファーがあって、ここにテレビがあったり、はい、いろいろ荷物を置くところがあって、こっちも球場に向かう入り口があるんですけど、はい、こういうふうに縦割りの12345 6列ロッカーだったんですよ、はい、一番最初で、基本的にはここのゾーンは裏方さんが使ってたんですよ。でここのゾーンは2軍から来た人っす。でここがピッチャー、ここが野手だったんですよ、はい、ゾーンが、うんうん、でここが入れ替わり、だからそこはいろんな人が入れ替わってくるんですね。そうで、それはなんでかっていうと、はい、人の出入りが、ここがグラウンドに出るとこだから、はい、人の出入りが激しいんですよ。だからもうここにいる間はずっとまだお客さんです。ああ、なるほど、まだ固定されてない感じの、はい、で端が一番人気あるんですよ。あ、挟まれないから。そうで、あとは、はい、両方の端がこことかも使えるんですよ、はい、物置に。だからそこにカラーボックス置いたりとか、うん、ラック置いたりとかして、うん、ここも荷物が置けるんですよ。であとここの端とかね、はい、だからこの両端が行くのがもう一流選手の証なんですよ。でもこの手前だと入り口、なんかまあ着替えてたりとかすると、入り口入ってきた人から丸見えじゃないですか。でもここは関係者しか、あとここついたてあるのよ、こういうふうに、うん、だから入ったらこう行かなきゃいけない。じゃあ丸見えってことないですね。そうそうそう、そうだから俺も最初ここら辺だったの。お金取られた時はここです。まだ入れ替えが、そう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 とかの、まだ若手の時で、あと俺と橋場さんとか小宮山さんとか堀さんとかベテランクラスがここにいるから、ここら辺の真ん中ぐらいに行くんだったらどういるから、空いてるけどこっちでいいかになるという。だってこんだけ入れ替えの選手いるわけじゃないから、はい、結構あるけど、うん、3人ぐらいしかいないから、はい、ちょっと横も使っちゃおうかなとか。そう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 、うん、だからまだその時も試合出ててレギュラーだったけど、はい、大したとこ行けないんだったら、うん、ここでいっかみたいな、はい、たまに入れ替えで誰か来たら横に来るけど、はい、まあごだごだしてるわけじゃないし、はい、って言って、うん、俺は結構ここにいたので、はい、一軍にずっといた時も。どういうタイミングで端とかに行けるんですか。ここが初さんで、ここ小坂さんが使ってたんだ。小坂さんがジャイアンツにトレードになったの。開くじゃん、速攻入ったね。でもそれ取り合いとか、俺だとか、もうちょっと佐藤さんよりベテランの人が行くとかないんですか。もう先行ったった。じゃあ開いた瞬間に自分のもの置けばいいんですか。しかもオウだから、オウはどっかに自主トレ行ってたら来ないから、もうそこらが全部荷物置いて、俺もうここに牛耳ってずっとここだった。うわ、そうなんだ。それ言われないんですか。佐藤、俺はレギュラーもその時は若いけど、でピッチャーはこっちだから、野手だけだから、で4つあるからね。でもあれどうなんですか、オフの期間中とかって荷物全部持って帰んないといけないとかないんですか。アメリカはもうロッカーをオフになったらもう全部空にしなきゃいけないらしいので、もうずっと置いといていいという、もうだから一生そこなの。そうなんですか。で入れ替わりあるじゃん、余ってるから絶対帰ってくる人はそこ荷物置いてんのずっと。2軍に必要なものだけ持っていくから、はい、もう開かずのロッカーだから。俺こっから動いたこと一回もない、ここに来てからは。じゃあもし、じゃあまあ超主力選手が結構大きな怪我をしました、うん、もしかしたらもう今シーズンは絶望かもしれない、うん、そしたら開けなきゃいけない。ああ、開けて、はい、荷物を倉庫に入れとくのよ、球場のマリンでいうと、はい、うん、その2軍にはいらないけどいるやつを倉庫に入れといて、また帰ってきた時にその倉庫から出すみたいな。はい、そうしたら一応のけないといけないだけじゃないですか、うん、そうしたらもう空いてるこっちが行かないといけないんですか。そしたらここに誰かが入るじゃんね、はい、で帰ってくる時にこの人がのかなきゃいけない、はい、あ、そうなんですか。でもその選手のレベルによって、帰ってくる人のレベルによるね。だからもし小見さんとか初さんとかだったら俺らの時はのかなきゃいけないね。ああ、だからもう他球団に行っちゃったとか帰ってこない場合だったらもう陣取っちゃっていいけど、帰ってきたらのかなきゃいけないから、それは1年後だとしても。そうだから行くのも面倒くさいの。だから俺とか小坂さんがトレードになって帰ってこないからすんなり行けるけど、帰ってくるパターンはのかなきゃいけなかったらのきたい場所がない時あるから、それだったら動かないっていうのもある。あ、そうですね。そこの見極めも大事。そうですね、まあ多分来年には絶対戻ってくるから、またのけないといけないから、まあ今の場所でいいやっていうとか、ここの人がキャラが軽かったら帰ってきてもここに行けない俺だキャラ次第、俺の場所ないやんって言ってくれるような人だったら、おいおいおいどこにいんだよそこ、俺のとこだよって言えなかったらもう無理、言えるかどうか、はい、あその帰ってくる選手がじゃあどういうキャラかによるね、はい、そうですねっていうのだったのよ、うん、そしたら俺らの時に一回ちょっとロッカーをメジャー式にしようって言ってフルモデルチェンジしたのよ、はい、ロッカーの配置を、うん、今のだとさピッチャーと野手とか顔合わせないじゃん、はい、全然だから顔合わせるようにしようって言ってロッカーがこういう風な感じで真ん中にソファーとかがあったりして、こっちがユニフォーム置き場とか荷物置き場になってテレビがこことかこことかについてこの打ち方になったのよ、円を、はい、そうなった時によって裏方さんが第2ロッカーってもっとこっちにロッカーなのね、はい、そっちの方に裏方さん移動して、うん、選手になったのよ、はい、でここの時に一番人気なのが、はい、ここ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 ちょっと間空いてるからね、はい、とここなんだよとこことここ端、でもここは入り口がここだから人気ないんだよ、はい、人がバタバタ通るからで、まあ、間違いなく俺はここだね、でここはこっち行ったら風呂だからで入り口はここ線あるから、はい、だからまあ端も使えてここに棚置いたりしながら、うん、でここが福浦さんいてここがサブだったかな、でここ小見さん、ああなるほど、ここはここに冷蔵庫あるんだよ、で、はい、ここにもこっちもこう冷蔵庫あるんだけど、はい、もう最高の場所で、でこことここっていう結構そのベテラン選手というか、そうそうそう、まあ人気ね、権力がある選手が端っこは。これフルモデルチェンジした時はじゃあどういうふうに選んだんですか。まあ多分福浦さんとかどこですかみたいななって、じゃあもう俺はここねみたいな、その時だと多分俺もうそこそこレギュラーだったからもう俺率先的に俺ここって選んだかもしれない。そうなんです。だからもう俺ずっとここで、この時まあちょっと空きがあるのよ、空きがあった時に2軍の入れ替えあるじゃんってなった時に絶対的な選手の隣が空く傾向ある、2個使えるように、はい、で誰が来たらここに入るみたいな、だからその絶対的な人の隣が1、2軍入れ替えのロッカーみたいな、はいはい、だから今日上がってきた人じゃ佐藤さんの横に入ったり、ここあ埋まっちゃったよみたいな、でもすぐいなくなるからまた開くみたいな。じゃあいっぱいはでも荷物置いとけないですね、ちょっと使ったりとか、そうそうそう、来たらまあのけてみたいな感じでこういうふうな感じだった。これは野手投手もバラバラなんですか。そうそう全然バラバラ、好きなとこ、そうそう好きなとこ、でもここにピッチャーいたけどね、大体まあ固まる感じで、そう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 、佐藤さん大体横というか、横だから空欄だから入れ替え来た人が来るから常時をいたい誰も、あじゃああんまりこう横の選手とかと話す感じじゃなく、ロッカーで話すほど時間ないからね、キャッチャー忙しいからミーティング、野手もピッチャーも出なきゃいけないから、そうですね。でもあれですね、着替えたりするのもチームメイトには全部丸見えですね。だってもう裸でうろちょろしてるからね、そもそも。そうですよね。そもだって風呂とかもみんな一緒に入るんだ。そうか、恥ずかしいとか何もないですね。全然ない全然ない。でビジターの場合もどこが誰って決まってんのよ。えどの球場でもですか。そうもう行った時に。はい。でそこ行きたかったらその人が一軍にいない時にそこみたいな。まあでも全部荷物持って出ますもんね、ビジターは。そう、ビジターはね。だからもうそこ誰って決まってるから、うん、もう荷物がそこに置かれてるから、マネージャーも知ってるから、はい、この京セラの俺はここねみたいな、はい、福浦さんはこことかマネージャーが把握しててそこに荷物を持ってってくれる、うん、とかもうでみんな分かってるから、はい、同じとこしか行かないの、うん、西武ドーム行ったらここ、福岡だったらここ、うん、とか札幌だったらここ、はい、もう全部決まってるの。じゃあルーキーとか、うん、初めてその球場に行く人はもう空いてるところ後からだ、後からロッカー入るのは後から。ああみんなが入ったそうそう、まず主力が行って、主力はどこって決まってるからね、自分のとこって、でもう全ビジターの自分のところに荷物置いて座って、空いてるところにそのルーキーが行くみたいなもんだよ。もう全球場決まってるから、ロッテの場合は。そうなんですね、まあでもどこもそんな気がしますよね、毎回違うとこって面倒くさいですし、で基本的に俺はもう全部端、一番使いやすいですよね。あとはもうみんながバラバラに座って、だからロッカーも権力次第よ。そうですね、使いやすいところに入れるかどうかはもう権力次第で、いつ開くかっていうのは見定めないといけないわけですね。そう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 、だから多分俺が使ってた便利なところも、俺が怪我して2軍行ってたりやめたした時に次の権力者がそこに行ったんだろうね。ああそうですね、引退して誰になったんでしょうね。だって使いやすいところにしか俺行ってないからね、はい、でも福岡とかは隣は座らせないからね、座らせない、開けとくみたいな。なんでですか、ここ空いてんねんから隣来んなっていう。権力者しかできないことですね。そう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 、だからそれだったらロッカーもね、権力者次第で決まっていくっていう。へえ、まあどこの世界でもそんな感じなんでしょうね、権力者が好きなところから取っていくっていう。そう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 、だからそれを若いやつらは把握しとかないと、まあまあどこいんねんみたいな、ここ俺やからどいてって言われるから。そうですね、ビジターの場合は本当に知らない人は最後に入って確認して空いてるとこ行かないといけないですね。そうそう、あとはどこ空いてるのかなみたいな、そうか周りがあそこなんとかさんだからダメだよって言われる。そうですね。あなんかロッカーのこの話初めて聞きましたね。だからその探しに行く時に簡単よ、ロッカーそこだからそこに行けばいいから。あそうですね、うん、昔かな、なんか好きなロッカーとか話しませんでしたっけ、ここのロッカーがどうだった。ああもう一番最悪なのは昔の西武ドーム。へえ、窓はない穴熊だし、トイレシャワー室はあるから水は漏れてくる、湿度は満載、ロッカー狭い、前膝当たるんちゃうかぐらいのとこしかない、他に逃げ道のところもない、スイングルームで飯みたいな。昔は分かったよ、昔の西武ドームは。今もだいぶ良くなりました。今はもう最高よ、広々になってお風呂もちゃんとできて、だってもう昔のところも水がジャバジャバ外出てきてるからね。ご飯食べてる横がトイレだから、ご飯食べてる横でトイレしてんだよ。ロッカーの中にあるから。ここでご飯食べてたら、ここがトイレだからね。シャワーそこでみたいな。もう湿度 100% ちゃうかっていうぐらい。で、夏はもう、やばかった。逃げ道ないからね。そうですね。なんか広島市民とかもなんかあれだった。広島市民はロッカーないから、廊下と通路でそうそう着替えてて。そんな話しましたね。大体だって昔なんて、甲子園、広島、西武ドーム、で、仙台、オリックス。今もそうなとこあるけど、オリックスって神戸ね、はロッカーに食事会場あるから、だから食事会場別じゃないから、ここにこれがロッカーだとしたら、そこでもうご飯のケータリングがもうあって置いてあって、もう自由に食べてください。そうそうそう、ロッカーの中にね、とか西武ドームとかスイングルームのところに食事あるからね。野球にもついて準備するところに、それぐらい狭いのよ。でも今はもう西武も食堂できたし、甲子園も食堂できたし、でも神戸は今もうロッカーが食堂、ホットモットフィールドですか。あと仙台の食堂できたし、じゃあどこも変わっていったんですね、やっぱりね。だって神宮なんて昔風呂もなかったからね、シャワーついてるだけ、いっぱいポンポンポンって上からプールのシャワー室みたいなだったし、今もう変わってなかったら仙台はシャワー室だけ。そうなんですか。湯船ない。なんか仙台の選手たちなんかお風呂あるみたいな。ビジターよ。そっか、ホームで風呂なかったら最悪だよ。そうですね、だから俺らの時は仙台もビジターはシャワーだけで、西武ドームは湯船ある、あとは神戸もシャワーだけ。普通にもうプールのシャワー室みたいな。あとどこの球団もそうだけど、漫画の方がいっぱいある、お風呂とか。いいじゃないですか。だからなかなか風呂出ないよ。見たことない BB とか、もう見たことない漫画、みんな古本屋行ってフルコンプのやつ買ってくるから、1巻から最終巻まで飲んでドーンって置いてあるから、もうめっちゃ楽しいよ。風呂とかトイレもう本ばっかりあるからね、漫画の。ビジターで行ってもお風呂入って漫画とか。ビジターはね、それはもうホームで、ホームの班でみんなが買ってたのを置いてある。だからソフトバンクとかなんか代表とかで行った時に、オールスターとかホームの方の風呂入ると、やっぱホームのとこ、あ、どこも漫画の本とか置いてあるんだみたいな。やっぱみんな一緒なんですね、どこもね。あとサウナがある球場もあるしね、ホームはね。ロッテもサウナあるし、東京ドームもあるし、福岡もある。でも球場ってプロ野球だけじゃないじゃないですか。甲子園だったりとか、高校野球もあれば社会人野球もある。それってどうする荷物ロッカー。はい、社会人とか高校生とか大学生とかの試合の時は、ロッテは第3ロッカーまであるから。ロッカーってそんないっぱいあるんですか。そうそうそう、だからそのメインはどこも使えないよ。だからオールスターで来た時とかは第2ロッカーとかがなるのよ、そのロッカーに。どの球団も第1ロッカーはプロしか使わなくて、ホームチームの選手しか使わない。で第2ロッカー第3ロッカーっていうのがあって、もし第2ロッカーも使ったら、マリンとかだと第3ロッカーが社会人とか大学生とか来た時のロッカー。そんないっぱいあるの知りませんでした。で普段はそこでミーティングしたりしてんだけど、別にそれ使わなかったら乗っけるだけだから。じゃあもう自分たちのロッカーは動かさないというか、もうそうそう一切動かさない。だって東京ドームなんてジャイアンツのロッカーと昔の日本ハムのロッカーと2個あるんだけど、日本ハムのロッカーなんてジャイアンツはすごい豪華で広いのよ。その時の日本ハムのロッカー、一番奥のただのまっすぐ2列並列であるだけの、ここがホームなのっていうぐらい、もう天と地ほどの差のロッカー。でももし俺らがパ・リーグで東京ドーム主体でホームゲームで行くと、ジャイアンツのロッカー使うわけじゃなくて、その奥にある昔ハムが使ってたそういうセカンドロッカー使う。そっか、東京ドームで楽天イーグルスも主催したりとか、違うチームが主催の時もありますもんね。そういう時は食堂とかトレーナー室とかは一緒だけど、監督室、コーチ室、選手ロッカーっていうのはセカンドロッカーがあるの。コーチ室とかまであるんですか、セカンドが。そう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 。でそこに入る。だからオールスターとかになっても、メインのところはメインしか使えない。ですね。でお風呂とかはセカンドロッカーからもお風呂に行けるようになってるから、メインのところは鍵閉められるんで入られないように。お風呂はじゃあ共通ってことですね。そう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 。だから俺らも東京ドーム行ったらジャイアンツが使ってる風呂入るんだけど、でもロッカーはセカンドロッカー。もうメインのチームのホームのロッカーっていうのはそのチームだけしか使えない。ロッカーっていっぱいあるんですね。何気にあるんだよ、いっぱい。にあるんだろう。あと高校生とかは廊下で着替えたりもするし。そうなんですか。そう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 。そもそもユニフォームで行くしね。荷物置いてるだけだから。そっか。社会人とかもユニフォームで行くしね。球場で着替える人って多分プロぐらいだよ。大学生とかもユニフォームで行くし。ユニフォームでバス降りてきますもんね。そう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 。だから荷物置くだけだからね。ロッカーって言ってもそんな長いもしないしね。うんうん。すごい立派ですね。うんそうそうそう。まあそういうね、秘密のその話でした。まあファンは絶対に入れない場所ですからね。そうですね。はい。はい。